はい、皆さん、毎度毎度。ワインディングのね、ペーパーのかませ方がわからない。これちょっとね、動画見たけど、だいたい言いたいことは言ったよね。ちょっとあと、コツとしては、ロットを斜めに置くぐらい。あと、男の子の場合は、力入れすぎでできない。逆に女の子の場合ね、体育嫌いとか、一回社会人になってね、鉛筆より重いもん持ったことない子とかね。そういう方はね、ちょっと必要なところに筋力がない場合があるから、これってやっぱり、練習して筋力をつけるしかないね。力の入れすぎとね、筋力がないっていうのはね、もう、どうやって巻くのっていうコツ以前の問題になるからね。これはもうちょっと練習しかないんだよね。一個ね、美容学校に置きっぱなしじゃもう無理だよ。うまくなんね。動画見てね、下巻きの巻き込みができないっていうことだったよね。かませ方。ね。ここをどうやって持ってんのかね。実際、人間の髪の毛の場合は、これ両側で押さないと非常に巻きにくいんだよね。ウィッグだったらこれでいいんだけどね。ウィッグだったらまあ別にこれでいいんだけどね。ウィッグだったらこれでいいんだけど、美容学科はどうやって教えてんのかね。人間の頭なんかこれでやるとパーマかかったりすると、もうこんなこっちに毛出てきちゃったりするからね、こうやってね。こういうふうにね、人間の頭パーマかかってるとね。で、大体今使い捨てのペーパー使うからね、人間の頭はね、ちょっと小さいやつ。ウィッグの巻き方と人間の巻き方ってのは全く違うからね、もうおじさんはもう、おっさんは、もう人間の頭巻くの専門だからね。人間の頭を巻くときはね、もう必ず折って巻けってことだね。毛先にパーマがあったり、ショートだったりすると、もう折ってないともう全然巻けないから。ね。これはまあ、巻き込みに関しては同じなんだけどね。美容学校でやってる1枚で巻き方なんかやってると、ワインディングはね、人間の頭やったとき、まずね、得意にならない。楽しくない。つまらない。苦手意識が出てきちゃうから、これ1枚で、こういうの1枚って言うんだけどね。1枚でこんななって、人間の頭ね、巻こうと思うとね、まずね、これはよくね、美容学校の、学生さんに教えておきたいよね。これはもう、なんつうの？スポーツで言ったらさ、空手で言ったら演武。実践的じゃない。演武ってあるんでしょ？形だけやってるやつ。あれ、演武だから。で、実践で言ったらもう、K1 みたいに、殴り方とか蹴りの仕方なんかもう全部、実践向きに、ボクシングスタイルに直さないとダメだからね。はい、まずね。これで負けっていうのは無理だよね、実際ね。かませ方って言うとね、まずペーパーに対してロット斜めにちょっと置くのがコツかな。そうすると角が出るんでしょ、これ。ね。そうするとこれが巻きやすくなるからね。でね、角が出て斜めになってんだけど、まあ、いろんな先生の教え方があるからね。はい、こうやってね。これに対してロットをちょっとね、斜めに置くのね。平行に置かないことね。平行に置かないこと。わかる？これ。こうやって平行に置かずに、ちょっとこれロット斜めに置くのね。で、まあ、ちょっといろんな人のワインディング見てみないとわかんないけど、それってまたほら、ワインディング大会で勝つための巻き方ってのはまた違うから。まあ、何でもありだよね。まあ、ちょっと斜めにすることね。で、これ角が出るんでしょ、ここに角が。これもどっかのあれでやったと思うけどね。角を持って巻き込むね。で、多少、国家試験の時なんか多少毛先がね、平行に入ってなくてもね、多少流れてもどうってことないからね、折らなければ。そこまでチェックするのかな。これは美容学校の先生に聞いた方がいいよね。で、多少流れてて現場で巻くとね、お前の流れてるって文句言われるからね。だから1枚ペーパーってのは本当使い物になんない。国家試験用の巻き方だから、1枚ペーパーってのはね。本当はもう、2枚ペーパー出る時もこれ、まっすぐ平行に折らないのね。斜めに折って巻く。若いうちにね、この折って巻く巻き方っていうのね、本当に練習しておかないとね。で、人間の頭は多少この適当に巻いてもね、かかるから、パーマね。あまり心配ないね。早く巻いちまった人の勝ちだからね、人間の頭の時はね。巻き込み方がわからない？かませ方？まあ、かませ方、巻き込み方、かませ方だね。かまし方ね。かまし方はやっぱり練習足んないんじゃないの？毎晩さ、ウィッグ家に持って帰ってきて練習してる？練習しないでうまく負けないからね。あと先生によっても違うからね、教え方がね。ウィッグだとこういうふうにやって負けっていうのは、こういうふうにしてね、こんなようなやり方。ほんでこうやって持って、こうペーパースライスして。ペーパースライスして巻き込む場合、まあ練習足んないんだよ。これ自然にできるようなんだけどね、1ヶ月もやってるとね。
ペーパーの端っこを持ってんだよね。ペーパーの端っこ持ってんでしょ、指で押さえてんでしょ、押さえてんでしょ。で、この時入れるんだけど、もちろんペーパーをこうやって持ち上げなきゃ入んないからね、ここね、人差し指でちょっとね。その時テンションかけすぎてすると、これができないのね。ほどほどのテンションでいいのね。みんなテンションね、かけすぎんだよね。ね。あと、これで入れるっていう場合もあるよね。でも実際あんまり仕事中はそれやらないかな。ちょっと花粉症で鼻がもぞもぞするわ。練習が足んないともう何でやってて、自分はこうやってやるね。人間の頭を巻くときはもう本当両側で押さえてないとさ、パーマかかってたりするとかで曲がってるからね、毛がね。毛が曲がってると出てきちゃうんだよ。パーマかかってる毛にかけたりするから。そうすると、もう毛がね、こういうふうにね、出てきちゃってすっからね、こうやってね、曲がってね、こうやってね、こっち側ね、こうやってね。だから本当にしっかりこうやって両手で押さえてないと、人間の頭は負けないよね。こういうふうにしてね。まあ、いろんな巻き方があるよね。あと、なんだ、ペーパースライスがすっげえ長い子とかね、こうやって根元の方を押さえてね、それからでこうやってずるーっとこうやって引っ張って巻くっていうやり方。まあ、それでもいいんだけどね。国家試験の巻き方と人間の巻き方とワインディング大会の巻き方っても違うから。国家試験の時は大体あれじゃない、ペーパーをまあ普通に置くけど、ロットを斜めに置く。これもどっかでやったよね。ロットをちょっと斜めに置くのね。ペーパーに対してね。わかる？髪の毛に対して斜めに置くのね。これまあちょっと毛先出ちゃうけど、これ出ない程度にしてね。ちょっと斜めに置くのね。そんでもってここで入れるって感じ？こうやってね。もうここ持ってると巻きやすいからね。端っこ持ってるとね。わかる？見えた？これを慣れてる人は一瞬でやってんだよね。ペーパーをちょっと斜めに入れて、はい、で入れると、ロットと髪の毛がいつまでたっても斜めだとおかしくなっちゃうけど、ここの最初の時点でね、毛が滑るから、ここで滑らしてんで、ね、髪の毛の中でね、半クラッチ状態でね。ほんで巻いてんだよね。こっち側にペーパー出るけどね、国家試験の規約みたいの読んだら、そういうことは書いてなかったよね。ペーパーがはみ出ちゃいけねえとか、ゴムがねじれてちゃいけないとか。結構ね、意外と緩いんだよね、書き方が。まあ練習したかしないか見るだけだからね。ほんで、ワインディング大会の時、これ出ちゃいけないって言うからね、ペーパーがね。だからこれ平行に巻かなきゃいけないけど、そういう時はホームエンドつかなかったら、跳ねるんじゃねえか？とにかくね、練習しなきゃ無理よ。ねえ。ワインディング大会の時はペーパーとロットが平行じゃないと勝てないかもしれないね。そうしないとここが出てきちゃうから。ね。かませ方ね。練習が足んないのよ。大体前回作った動画で大体みんな言ってるけどね。一回どういう状況か見せてよっていう感じ、動画で。そうしないと判断できないよね、こっちもね。わかんないの、大体予想して言ってるんだけど、多分練習不足だろうな。あと男の子の場合はね、力の入れすぎ。よいしょ。男の子の場合は力の入れすぎだからね。大体 100g から 200g ぐらいの力で負けんだからね。だからこのぐらいのね、置いたぐらいのね、これ床に置いたぐらいのね、タオルの上に置いたぐらいのね、このぐらいのテンションで負けるようにね、練習しないとね、男の子はね。もう力入れすぎると、もう全てが狂っちゃうからね。ね。ウィッグの重さかっていうのが大体 800g だからね、それ持ち上げるぐらいみんな力入れてるバカいるからね、それはもう入れすぎだからね、このぐらいの力でね、100g か 200g ぐらいで負けるような、この力加減っていうの。こういう練習も必要だよね。あと、綺麗に巻こうと思ったら、1分間に4本ぐらい巻けないと。1分間に4本巻く余裕っつうのがね、余裕がないとやっぱり綺麗に巻けないよ。手のろでもた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 巻いてるようじゃね。はい、このぐらいのね、ウィッグ床に置いたぐらいの力で巻ける練習をしましょう、男の子はね。
はい、このぐらいの力で加減でね、力加減そのものが間違ってる。美容学の先生なんか、バカな美容学の先生なんかさ、テンションかけろテンションかけろって言うんだろう。あれね、頭が悪すぎる。テンションって何グラムって具体的にね言わなきゃ、男の子はバカだから分かんねえのよ。テンションかけろテンションかけろ。女の子はやっぱ確かに力なさすぎる子はテンションかけた方がいいけどね、男の子の場合はもうバカみたいにテンションかけるからさ、テンションかけるって言葉じゃないの、あれ、たるませるなぐらいね。まあ頑張って練習するしかないねあとこ最後にね、はい、これで入れるってやり方あるよね。まあ普通に平行に持ってってね、あとここでこうやって入れるってやり方、これもあんまりやんないけどね。あとはいはい、あとコームのエンドで、コームエンドで入れるってやり方あるよね。ここでこうやって入れるってこと、ペーパーをねこうやってね、あんまり最近自分もやってないからうまくできないね。ここでこうやって入れるってやり方ね、そういうの教える先生もいるよね。まあ、コームでね、ここでこうちょっと入れろってね。で入れてからね、巻きながら途中まで巻いたら、よくこうやってやれっていう先生いる？こういうふうにやれっていう先生、これだったら一回力抜いてもう一回巻き直すと同じ、こうやってね綺麗に巻けっていう先生ね。でもこんなことやったら国家試験とかワインディング大会じゃもう勝てないからね、そんなことやったらね。ね、よくこうやって指で広げてながら巻きながら巻いてる人いるけどね、指で巻きながらね、国家試験でもなんでワインディング大会ね、どうかなと思うんだよね。ちょっとやってみるけど、はい、指で広げてやるんだったら、お、ね、一回こうシンク巻きっつうんだけど、これ自分はね、はい、ちょっと今取れちゃったね。はい、これね指で広げてながらさ、こんなちま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 こんなになって巻いてる人ね、こうやってねちま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 やってね、こんなのやんだったらね、一瞬テンション抜きゃいいのにと思うんだよ。うん、テンション抜くってね、こうやって巻いててね、あとこうやってね、スッと、わかる？はい、スッと、スッと、ね、スッとね。ちょっとこれ、綺麗に巻いてないけどね。まあ、人間のウィッグの巻き方も忘れちゃったね。人間の頭ばっかり巻いてるからね。これこうやって指で広げる人いるけど、どうなんだろうね。あんな巻き方ね。ちょっとその指で巻く人のウィッグとロットでね、自分の巻き方比較してみないと分かんないけどね、同じ条件でね、こんなになっちゃったらもう国家のウィッグなんだっけ、ワインディング大会は落第だけどね。ね、ちょっともううまく巻けないね。このウィッグさ、もうストレートパーマかけてパーマ巻物パーマかけられちゃってさ、でストレートパーマでパーマを落としてさ、あともう、もう滑んないで毛がね、綺麗に巻き取ればいいんだよね。一番言いたいのはね、練習が足らない、あと男の子の場合は力入れすぎね、あとテンションかけろって言うけど、テンションに関してはね 100g から 200g ぐらいだと思って一回測ったことあるんだよね。ウィッグの重さが 800g あるからね、それ男の子なんかは持ち上げるぐらいテンションかける人いるけど、それはもう論外。テンションに関しては本当たるまない程度のテンションで OK ってことだよね。で美容学校の先生はそういうのね分かってねえんじゃねえの、とにかく数負けと、ほんでねテンションかけろと、ちょっとね意味が分かってなくテンションかけろって言うと、みんなテンションかけすぎちゃうね。あと本当にね、ウィッグの巻き方っていうのは人間の頭に使えないから、この辺美容学校の先生はどう理解してるのかね、お聞きしたい。あとまあどうこう言うんだったら、うちの店来てね、おばちゃんパーマを一緒に巻いてみましょうと。まず話はそれからだ。それはね、一緒に巻いて、勝った負けたとかではなくてね、事実の確認だからね、現場の生の声を美容学校の先生が直に聞いてもらいたいってことだよね。あと人間の頭の場合はね、ある程度汚く巻いてもかかるってことだよね。そういうね、国家試験の巻き方、ペーパーをね、折らない巻き方ね、これをね教えたことによってね、現場に出て美容師さんがね苦労するんだ。実際の現場でさ、ペーパーを折らないでお客様の頭を巻いてね、ロングからショートまでね、私ロット巻き得意だからっていう美容師さんいるかな。ロット巻き得意だ好きだっていう方はほとんど折ってる場合が多いよね。
もちろん中にはね、折らないで本当に早く綺麗に巻いちゃう人いるかもしれない、ショートでも。まあそれは割合の問題だよね。1000人いて折った方がうまく巻けるって人が998人、折らないで綺麗に巻けるって人が2人。だったら折った方がやっぱり有利っていうのが統計的に出てくるよね。美容学生さんね、練習しないでうまくなることはない。勉強しないで東大受かろうってのと一緒。はい、お疲れ様でした。